どうもこんにちは、加瀬すけです。今日は8月の8日、14時46分に、こちらの方を録音録画して、お届けして、参りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、先週というか、まあ、今週ですね、今週そしてまあ前の週もそうなんですけども、今ちょっと仕事の方がかなり忙しくなってしまって、平日に、お届けすることができておりませんが、大変、まあ、本当は出したいんですけども、やはり自分のですね、生活のペースがありますので、無理はしないというふうに考えておりまして、まあ、楽しみにしていただいている方がいれば、大変申し訳ありませんけども、毎日出していくというのはちょっとしばらくは厳しいかなと思っております。今日は土曜日ですので、お休みですから、今日は朝からですね、ツイッターの方を確認しつつ、自分の生活をですね、こなしている、まあ、そういう今日この頃であります。2020年の8月8日、今外もかなりセミが鳴いていてですね、かなり夏日和というか、そういう風になっております。まあ、雨も降っていませんし、気温も高い、普通の、まあ、真夏日というところかなと思います。皆さんはですね、いかがお過ごしかなと思っておりますけども、先週そしてその前の週ぐらいからもですね、引き続きなんですが、世界情勢の状況がおかしくどんどんなっていっているなというふうに感じている今日この頃であります。日本国内においてもですね、コロナウイルスの自粛、そしてそれからのですね、経済停滞、が続いておりますし、テレビをつければ、ラジオを聞けばですね、コロナウイルスは危険だから皆さん注意してくださいと、そういうアナウンスばかりで、国民の気持ちというのはですね、どんどん、未来が先細りしていっている、そういう状況にあるというふうに考えておりますけども、まあ、それに対してですね、何らかの答えになればいいなと思いながらですね、今回もツイッターの内容、ツイッターの実況という形で、見てまいりたいかと思います。ですね、まあ、昨日一昨日、まあ、その前ですね、レバノンで大爆発があったり、インドでですね、飛行機が不時着したりと、そしてアメリカでもですね、大規模な火災があったりと、いう形で、まさにですね、何らかの工作と思われるようなですね、行動、そしてその結果がですね、毎日どこかで何かが起きているというふうに私としては捉えております。それはもうずっと前からお話してますけども、各国にですね、潜入している中国共産党のスパイであろうと思われるですね、活動が世界中で起きているのではなかろうかというところですね。まあ、これもいつも言ってますけども、証拠があるわけではない、だけど証拠がないからといって、手をこまねいているとどんどん内部から崩壊してしまうというのが今の現状ではないかと思っておりますので、ある程度ですね、もう見切りをつけて情報を発信していく、そして、まあ、後追いでですね、確認していくということが、まあ、大事になってくるんじゃないかと思っています。まあ、発言自体はですね、もちろん証拠があって、でその証拠を提示しながらですね、皆さんに理解していただく、説明していくというのが本当のやり方だとは思いますけども、しかしそういった証拠を求めて話していけばいくほどにですね、内容がどんどん遅れてしまう、そして相手に先を取られてしまうということになりますので、そうならないようにですね、事前に予測ですよというちゃんと前置きをした上で、こういう予測があるということはお話ししていくべきだと私としては思っております。まあ、何せですね、テレビでずっと言っているようなコロナウイルスは危険だという話も何らかの情報をもとにした予測であって、例えば科学的な情報なんかをですね、自分なりに解釈して、で自分なりの解釈したもののその説の一つをですね、大きく前に出して危険だと発言しているわけですが、それに対してはですね、これまで私がずっと主張してきたように、危険だという意見とは全く逆の意見があるということです。つまりコロナウイルスはただの風邪であるという意見がある、まあ、その意見に対して検証するでもなくですね、取り上げるでもなく、ただひたすらに、自分たちの手前の勝手というか、自分たちの都合にいいようなですね、一方的な報道を繰り返してきたのがこれまでのメディアの発言であるというところ、まあ、こういったところも含めて、様々な情報というのをいろんな角度から捉える必要がある、
そしていろんな情報をですね、自分の頭で考えて精査していく必要があるというところですね。まあそういったところが、まあ、今回のお話のテーマになってくるのかなと思っております。まあちょっと時間が来すぎたのでですね、いろんな言いたいことがたくさんあって、もうじりじりバラバラにお話しするような形になってしまいそうなんで、まあ時間はだいたい20分前後ぐらいでお話をまとめていきたいかと思います。でその中でですね、できる限りですね突き詰めてお話したい内容を話していきたいかなと思いますので、時間が来るまでですね、これまで、私がちょっと着目してきたですね、ツイッターの中身というのを見てまいりたいと思います。まずですね、今日8月8日という数字というか、日にちにおいてなんですけども、いつも確認してますように、4月の半ば、4月の末時点ですね、もうすでに世の中戦争が始まってるんだという話をしたところから、私の、ツイッター実況というのがスタートしたというふうに考えていただいてもいいのかなと思います。もちろん、それ以前からですね非常に危険な、内容を考えてはいたんですけども、4月の末からですね約4ヶ月近い、3ヶ月ぐらいですね、3ヶ月以上経って、世の中の空気がどんどん変わっていったというのを非常に感じております。その中で最初にですねお伝えしたい内容はこちらですね。日本人も腹をくくる時が来たようですという、そういう言葉をですね、いただいておりまして、でこの AA はですね随分前から、あったんですけども、時間の経過を非常に示していまして、この AA をですねこの死神の書いた AA を最初に見たぐらいの時はですね、これまだいつだったかちょっとはっきりは覚えてないんですけど、去年だったかと思いますけども、この絵はですね、もうすでに時間が経っているのを表しています。でその時はまだ香港にまだ血が流れてなかったんですね、確か私が見たところによると、香港がちょうどですね、非常に厳しい、時勢になってた頃だったかと記憶してるんですけども、確か香港にはまだこう血がドアが開いて血が流れていない絵だったか、香港を攻撃中か、なんかそういう絵だったような気がしていますけども、もうすでに時間が経って、サウスコリア、ジャパン、イラン、イタリーという書いてるドアがもうすでに、殺されている後という、で次のワールドという扉を叩いている、この絵は非常にインパクトがあるというか、そういう印象深い絵でしたのでよくわかるんですけども、この作者は多分日本人ではないと思います。英語で書いてるんで日本人じゃないんだなとは思うんですが、よく見るとこの赤い旗ってコロナウイルスを模しているなというのもちょっとわかるので、この辺はちょっとアレンジされているような気がするんですけど、そういう今の時間経過というのはこういう状態にある、つまり日本も腹をくくる時が来たということで、なるほどなと思ったところであります。それに対してというわけでもないんですけども、今日基本的にはですねこれを中心にツイートして回っておりました。中国を倒す方法を考えましたということで、中国を倒すというのは積極的に倒すというようなニュアンスを含むわけですけども、これは積極的にというよりもむしろ消極的な方法として、私たちが行動を取るべき内容というか指針というものをある意味示しているところがあります。内容を見ていきますけども、徹底して情報工作を防ぐことです。そして情報工作を周知する、皆さんにお知らせすること、そして中国人の機民が日本に来れないように法整備をすることだということです。これはですね中国の経済状況というのが今どんどん悪くなってますので、特に、洪水もそうですし、もちろん経済的な金融的なものの破綻というかそれもそうですし、今急速に広がっている食料問題ですね、これがかなり大きな問題になっているんじゃないかと思います。これをもとにですね経済難民、そして、内戦による難民という形で、ボートピープルのような形で、国外に出てきたときに一番最初にやってくる先が日本になってくるんじゃないかというわけです。だからこういう生活ができない、つまり貧困な人々をですね、犯罪者として雇って日本国内で何か悪さをするという準備はですねもうすでに進められているかと思いますので、こういった中国の経済難民ですね、こういうものが日本に簡単に入れないように法整備をすることが非常に大事かと思います。で次のですね内乱罪の厳罰化ということです。
つまり、日本の国内において日本国内を騒がせ、あるいは日本国内の政治的状況を不安定にするような動き、まあ、いわゆるですね、反日活動ですね。この反日活動に対する厳罰化というのを強くお勧めしたいなと思っているところです。これはもう政治によって変えるしか方法ありませんので、やはり政治家に働きかける、まあ、簡単に言えばですね、日本第一党なんかにこういったところをしっかり活動してもらうというのが一番手っ取り早いし分かりやすいんじゃないかなと思っておりますが、まあこういう内乱罪の厳罰化、まあ、こういう声をですね上げていただくというところ、そしてもう一つは中国の進出企業の回帰策を徹底。でこれは今日本政府はすでに行っていますけども、中国に出て行っている企業、これはですねもう何年も前から日本に早く帰ってきた方がいいよという、そういう呼びかけはずっと行われておりました。で私自身もですね動画の中でですね、日本中国には未来がないということはですねかなり前からずっと言ってきたようなところがあるんですが、まあ、それでもですね現時点において中国国内で、まあ、利益を見込んでそこにいるんだと思いますけども、かなり見当違いだというところが、まあ、正直なところです。まあ、それは昔の話としまして、じゃあ今はどうかというと、今はもうそういうことを考える余地もないのが現状だと思っております。つまり中国国内にいるメリットは何一つないというのが現状でしょう。それはですね、今日2020年8月8日のこのツイッター上で何度も見かけたですね、中国がいかに、厳しい状況にあるかというのをですね、まあ、今日お伝えできればそれで少しでも理解していただきたいなと思っておりますけども、中国には未来はない。で、中国で利益を上げようと思っている企業にも当然未来はありませんので、そういう企業が早く今からでも遅くないので帰ってこれるように徹底するということをすればですね、日本というのはまず中国から入ってくる外敵が減ります。そして日本国内のですね情報の周知が進めば、それに対する対策の声が自然と上がってくるというところですね。そしてまあ法整備をして、そういう日本の内乱をさらに強めるような動きをですねカットしていくと。そして、今中国という国に関わっている企業という大きな存在になりますので、まあ、その日本の経済にとって日本国民にとって企業という存在をですね中国から引き離すということができればですね、まあ、おそらくこれができれば、自滅しますよというところですね。まあ、今言った内容を簡単に、下にキーワードに挙げておりますが、中国の不動産バブルの崩壊、そして AIIB という言葉、少し懐かしい言葉になりつつありますけども、こういう中国が構成する金融の、国際組織、まあ、これももうほぼもう声が全く聞こえなくなりました。 AIIB なんかもありましたよね。で BRI というのは、一帯一路政策のことです。これはもう海外投資と中国の海外政策と言ってもいいと思いますが、それはもうことごとく失敗を続けておりましたし、当然アメリカのような国がですねそれを阻んできたところもありますよということで、で、その次と連動してるんですが、対米政策の失敗ですね。つまりアメリカに、これまで盾をつくという方向性を出していたのもですね、アメリカは強い牽制をしだしたのが2018年頃、それ以降ですね中国は何かしらアメリカに対して譲歩するように求められていましたが、それ何一つ答えずですね、結果オロオロしたのみであって、でトランプ政権の激しい反発に今現在あっているということ。そしてもう一つは香港の死というふうに表現しておりますが、これはですね昨年、香港の暴動関係のですね学生運動なんかを全部潰した結果として、香港の強化を規制強化を強めましたから、それももう先月でしたかね、そのぐらい強めましたから、アメリカが完全に制裁に乗り出すという状況にまで発展しています。でそうなってくると香港で、金融というのは世界的な地位を失いましたので、香港でお金を調達することができない。であれば中国はどうやって外貨をですね調達するかという問題になりますけども、その方法はもうないんじゃないかというところですね。闇の取引をするしかないというかなり厳しい状況になっておりますから、ですから、まあ、日本企業は早く中国から回帰した方がいいですよという話にもなりますし、そうすることによって、中国の締め付けをですね、することにもなるということです。で、まあ、次にあります債務超超過ということで、約1000兆元、まあ、もっと大きな金額かもしれませんけども、まあ、1兆円とも言われるですね、借金、債務
これらが非常に中国にとってのしかかっている金融状況というところです。ですからドルが調達できないというのがいかに厳しいかというところですね。そして疫病、これはもう洪水と疫病ほとんど一緒なんですけども、大洪水によって主要都市が機能麻痺している。で、主要都市の洪水によってですね、上流から流れ込んできた様々な汚染物質というか、まあ、下水なんかもそうですし、豚とか牛が流れている映像もありましたけども、まあ、そういったところで中国自体がですね、ものすごい疲弊をしているというところですから、中国自体も焦っているということなんですね。まあ、それに対して、日本人もですね、腹をくくる時が来たようだというところですね。まあ、これが今の中国の状況だというところです。2020年8月8日今日なんですが、まあ、ちょうど1年前、前回の動画でも話しましたけども、ちょうど1年前の8月2日に、中国の金融はどうなるかという動画でですね、私のチャンネル自体もちょっと盛り上がったようなところがありますけども、こうなりましたということですね。まあ、これかなり、厳しい中国の現実、そしてそれに対して日本がですね、いろんな意味でこう反発にあっている、ちょっかい出されているようなところがありますから、まあ、それに対して完全に脳を突きつける、ためにですね、こういうことをするのがいいのかなというふうに私としては結論付けております。まあ、これは、今日非常に大事だと思いますね。何回もツイートしましたけども、中国を倒す方法というのはこういうことですよと、今まではですね、中国の工作は激しいですよとか、そういう今中国はこういうことを日本にしてますよっていう、そういう情報周知でしたが、もっと積極的にですね、こうすれば相手を倒すことができるんだということをお伝えしたいなと思っておりますけど、徹底して情報の工作を防ぐことで、情報の工作を周知すること、そして中国人の機民が日本に来れないように法整備をする、そして内乱罪の厳罰化をする、で中国の進出企業の回帰策を徹底するということです。つまり全部日本に帰ってこいって、全部日本国内のみでですね、これらの徹底を行えば、まあ、それだけで中国は勝手に死ぬんだというところですね。まあ、これを今日お伝えしたいかなというメインのテーマにしていきたいと思います。そして、まあ、実際ですね、そういった行動の中身の中からですね、いろんなことがわかる、まあ、いわゆる中国人の心理状況というのはこういうことだという、まあ、一つ象徴的な内容になるのかなと思いますけども、まあ、今8月ですから、まあ、日本にとってみればですね、やはり第二次世界大戦の終戦というイメージが強いと思いますし、暑い夏といえばですね、まあ、やはり、日本の英霊の人たちがですね、まあ、私たちを救うために亡くなっていた方々がですね、まあ、思い起こされる月でもありますので、まあ、そういうことをですね、非常に大事にするという考え方、あるいは、そういう魂そのものをですね、私たちが祈る、まあ、そういう、まあ、月でもあるのかなと思うんですが、これに対して大きな文句を言ってくる中国、韓国、まあ、こういった国々がですね、まあ、日本になぜそういう文句を言ってくるのかというところをですね、まあ、根本的な考え方を示してみましたけども、まあ、これはですね、まあ、根本的なところはやはりコンプレックスそのものだとは思うんですけども、やはり今のこの時勢においては日本に対するですね、まあ、工作意識っていうところから、まあ、一つ中国人の心理が見えて取れるのかなと思いますが、日本の真のですね、団結を嫌う中国人、まあ、そういうところがこういう日本に対するですね、圧力をかけてくるんだというところですね。まあ、日本人の団結が怖いと、そして、日本人の団結を恐れていると、そして、第二次世界大戦において不都合な真実を恐れている、例えば南京大虐殺とかいうのを、もうこれもでっち上げした本人はでっち上げということは分かっているわけですから、まあ、それに対していろんなことを知られてはまずいというところですね。そして、弱い日本に押しとどめたい中国人、これは、まあ、憲法の改正を反対してみるのも全くそのままなんですけども、日本に強くなっては困るという、そういう心理ですね。そして、弱い日本に入り込む隙を伺う中国人ということで、まあ、要するには、今のコロナの自粛みたいな形で日本人が萎縮している間にですね、自分たちがつける隙を探しているんだと、まあ、そういう心理が見て取れるのかなと思います。
まあ、やはりこの門田隆昌さんのツイートの中にはですね、靖国神社に対して、参拝をする、まあ、これは当たり前のことだというのは多くの日本人が、当然持つべき真理なんですけども、それに対してですね文句を言ってくる、どういう神経でそういうことをするかという話なんですが、まあ、これはもうある一定の時からずっと言われておりますから、まあ、そこはもう少し日本人全体で考えていかなければいけないのかなと思っておりますし、今この世界情勢が荒れている中でですね、日本人がずっとそういう中国から舐められっぱなしであることそのものがですね非常に腹立たしいように思いますので、まあ、そこはしっかり考えていかなければいけないのかなと思います。そして、まあ、これも先ほどの内容にほぼ近いんですけども、これあの URL で私の動画を紹介しておりまして、2020年までに改憲できなかったのは我々国民の落ち度であり工作の成果そのもの、いい加減に目を覚まさなければならない、まあ、これはですね憲法改正をしてこなかった、もう今さで遅いという動画を少し前に出しましたけども、そのことをちょっとコメントいただきましたから、それに対して返しましたと。さて、そろそろいい時間になってしまいましたので、いくつかこれだけは紹介したいというのをお話ししたいかなと思いますけども、まあ、今日のツイッターのいろんな人のツイートを見ていってですね非常に、まあ、あの明確にですねその路線が出てたなと思ったんですが、これですね、トランプ政権中国を5つの分野で締め出すということで、ちょっと内容はあの私も見てはいないんですけども、要するにはですねあのトランプ大統領の顔つきで、アメリカが中国に対して完全に排除に乗り出したというような内容記事、ツイートの内容であったりいろんな記事の内容というのがですね、かなりいろんな方面から出ておりました。まあ、今回5つの分野で締め出すという、まあ、そういう速報が入っておりますけども、もう5つどころではないのかなというふうに思います。まあ、それはですね実際のところ2018年の春ぐらいからですねもう項目を上げて、関税合戦とかいろいろありましたけども、その中であったことをですね全て実行に移してきているというのを感じました。なので、アメリカとしては中国を本気で叩くと、で中国としてはそれをなんとか防ごうとしているんですけども、もう空振りばっかりというか、なので軍事行動もですね出てはいるんですけども、完全にアメリカが優位で中国は不利、そして、アメリカ国内でのテロ活動なんかもですね、例えばニューヨークのあの街並みを映している動画も見ましたけども、あのもうテロに警戒している状況というか、まあ、あのアメリカはやはりそういうテロをですね対策してきた国でもありますので、今まさにですねテロ対策を実行しているのが今のアメリカの状況というところかと思いました。そういう形でアメリカが中国を本気で倒すのに乗り出したというところですから、先ほど私がツイートしたようなですね、これです。中国を倒す方法ということで、これを本気でまた私たちは考えていかなければいけないんじゃないかなというところでした。はい、ということで、まあ、今日のツイート実況はですね、まあ、以上にしたいかなと思いますけども、まあ、今本当にアメリカが中国を倒しにかかっているというところをですね、私たちは本当に忘れてはいけないと思います。で、アメリカがですね中国を叩くということはですね、当然アメリカの同盟国である日本もその影響を、まあ、反発の影響を受けるというのはこう間違いないことですから、まあ、日本にもですね、やはり腹をくくる必要があるかなと思いますし、日本がですね、中国に対して積極的に攻撃を仕掛けることができなければですね、積極的に中国の工作を防いで中国の工作に対する情報を提供して、で日本国内でですね反日的な活動をしているメディアも含めですね、そういう組織をあぶり出していくことが非常に大事ではないかと思っております。はい、ということで、今日は以上になります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。